はい、山寺です。今日はですね、天満の大旦那の本店に来てるんですけど、今から行くんですけど、このね、あれこれサービスタイムかな、なんかこのビール自分でね、取って栓抜いてお店の中に入ったら340円ですって。これめちゃお得なことないですか。これね、あのセルフビールっていうのね、今ちょっとね、流行ってんのかな、このセルフビールっていうのね、自分で取って抜いて入る、340円です。安いね。うん、ということで今から大旦那さんで飲み食べしたいと思います。これからですね、飲むんですけど、なんか入り口でこのね、あのセルフサービスで、ね、あの赤星か、まあ、あと何やったかな、朝日かな、スーパードライかな、なんかあったんですけども、普通よりお値段が安くね、今ねタイムサービス、普通だったらね、多分ね、ダイビングがね490円するんですよ。それがね、外で自分でセルフで取って栓抜いて入ってきたら、340円。まずは赤星、これでいただきます。皆さんお疲れ様です。乾杯です。あー、おいしい。ここはね、相当人気店ですよ。あの、皆さんよく分かるでしょ、このざわ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 、この周りの音がね、すごい人気あるお店なんですよ。うん、大旦那さん、もう大旦那さんいうぐらいやから、ほんまにね、大きな旦那さんがおる、いや、おらんか、ここは分からんけど、大衆酒場大旦那さん、天満本店ですわ。山寺、ここに本店があるの知らんかったんですよ。いつもね、大木町店のとこ行っとったんですけどね、大木町店がね、なんかね、開いてないんですよね。いつ行くたびにね、閉まってるんですよ。なんかちょっと分からないですけど、うん、逆に言ったら、ここに移転したんちゃうかなと思うぐらい。まあ、移転はしないと思いますが、両方やってるんやろうけどね、たまたま僕が行く時間帯がその閉まってるだけだと思うんですけどね。ここは超人気店ですよ、びっくりしました。うん、はい、こちらですね、名物の首都キャベツとなっております。ここの名物らしいですが、すごいいい香りするんですよ。真ん中に首都があって、このキャベツね、ちょっといただきますわ。なんか名物ね、首都キャベツ、名物、首都キャベツ名物ですよね。ありがとうございます。ちょっといただきますわ。おいしい、うん、めっちゃおいしい。フレンドリーな店員さんでいいですよ、ここ、うん、最高。こんなビール進むわ。うん、ほんまにおいしい。あの、味付けがちょうどいいんですよ。たまにね、しょっぱいとかあるんだけど、ここのはしょっぱくない。うん、うまい。はい、こちらですね、せせりポン酢のネギまみれっていうのが来ました。うわ、ほんまに名前の通りね、ネギにまみれたせせりポン酢ですわ。うわー、ちょっと美味しそう。なんかボリューミーやで。ほんで、またいただきます。プルプル。うん、めっちゃ美味しい。あの、すごくね、香ばしく焼けてるんですよ。うん、香ばしく焼けて、ポン酢もね、いい感じですわ。うまい。これもまたビール進みますね。ここ、ビール、進む料理ばっかりです。山寺大好きです。うん、まあ、ビール以外にも、もちろんお酒も飲もうと思ってます。お酒というか、まあ、ね、酎ハイか焼酎かなんか飲みますけどね、とりあえずまずはビールからスタートですわ。うまい。あ、おいしい。うん、あー、うまいな、これ最高やね。2杯目は緑茶杯にいたしましたよ。うん、これね、緑茶杯、下にね、ティーパックが入ってるんですけど、このね、中身だけもね、おかわりできるんですよ。中身はね、ちょっと安くなるんですよ。うん、
あ、美味しい。あ、これはね、あの甘くなくてね、本当にあっさりして美味しい。あっさりっていうか、あのなんていうのかな、あの普通の、緑茶割り焼酎みたいな感じでスーッと飲める。甘くないから美味しいわ。はい、こちらですね、万願寺ししとうですね、焼いたやつ、炭火でね、じっくり焼くんで、すっごい美味しそう。香りもいいんですよ。この中に入ってる種がちょっとね、若干辛くないかなと心配なんですけど、いただいてみます。うまい、うまい。うん、すっごいね、炭火でじっくり焼いてるから香ばしくって味もいい。ちょっと種があったから、これもしかしたらなんか大当たり食らうんかなと思ったけど、大丈夫でした。辛くなくてめちゃくちゃ美味しい。うまい。いや、やっぱりね、大旦那さんは人気なだけあって、やっぱりね、満席なんですよ、満席。今ね、4時過ぎですけど、すごいわ、うん、こういうなんか活気のある酒場、うん、店員さんも活気あるでしょ、ね、元気な店員さんで、なんかこっちも元気もらうみたいな感じになりますよ、うん、万願寺ししとうやね、万願寺ししとう。これほんまに美味しいよ、皆さんおすすめします。うん、美味しい、うん、何回食べても美味しいわ、このシスト。こちらですね、いちじくバターを注文したんですけど、これ手作りでしょうね、このいびつな形、間違いなく手作りだと思います。ちょっといただいてみますね。美味しそう。これいちじくバターの、これいちじく手作りやんね。はい、手作りです。市販品ちゃうよね、これ見たら分かるもん。全部作ってるよ。あ、やっぱそうなんや、らしいですよ。食べます。色がこうだから、うまっ。なんでよう言いますわ。あのね、うまい。あ、これめっちゃ美味しいわ。うん、ちょっとカメラマンさんのハイボールもらおうかな。もう洋酒系と合う。いや、これめっちゃうまいねんけど、ほんまね、あのね、うん、本町の方でどんどんお店の名前ちょっと忘れましたけど、手作りのレーズンバターも食べたことあって、これも美味しいけど、このいちじくバターも絶品。やばい、うん、やばい。さっきはハイボールに合わせました、カメラマンさんね。今度はなぜか緑茶杯。緑茶杯も合いますよ、うん、というか美味しいな、これ。ほんまうまいわ、これ。やばい、うますぎます。ここは手作りの料理がたくさんあるんでね、おすすめします。店員さん面白いですね。はい、緑茶杯2杯目になります。2杯目です。うまいな。で、夏バテ防止に万願寺、万願寺。うん、うまい。緑茶杯によく合います、間違いない。いやいや、大丈夫ですよ。
ここめちゃくちゃ良かったです。大旦那さんね、すごく美味しかった。安いのでね、ありがとうございます。思ったより安かった。取ってる取ってるよ。店長な店長じゃないじゃない、店長じゃない。でも店長並みに愛想良くてすごいね。ありがとうございます。商売上手な方です。大旦那さん楽しみました。ありがとうございました。はい、また来てください。また来ます。必ず来ます。ありがとう。はい、すみません。秋に。はい。よっしゃー。